十七の四おけいは手で口を押さえた「こうしてはいられないというのはいつもの口癖であるがその時の声は空洞の中で風がささやくような人間らしさの少しも感じられないものであった」おけいはしばらく黙っていてから今目が覚めたような声で呼びかけた あら、起きていらしたんですか中也は返事もせず、身動きもしなかった。明日になすってくださいな、と、ケイは優しく言った。夜中に仕事なんかなすっては、また体に悪いございますよ。中やは、うん、と言った。 仕事じゃないんだ。と彼は舌がこわばったような口ぶりで言った。目が覚めたら眠れなくなったんでね。すぐに寝るよ。オケイは彼がヤグの中へ入るまで目を離すことができなかった。その頃から昼夜の食欲の衰えが目立ってきた。空腹にはなるのだが、 箸を持つと食べる気がなくなってしまう。急に胸が使えるような具合だ、というのである。それを無理に食べると、間もなくおうとするか下痢をするらしい。この病気には薬はない。食用場だけだと無物が言った。昼夜もそれを記憶しているのだろう。 医者に見てもらおうかと言っても承知しないし、食事にも用心深くなった。おけいにとって悲しいのは、彼がどうかしてものを食べようと努める姿であった。食欲はないのだが、食べなければ体が参ってしまう。何とかして食べよう。そういう気持ちがありありと見え、その度におけいは、 顔を覆いたいような辛い思いに胸を締め付けられるのであった。ある日、伊豆屋のお夏が吹きのとうを積んできてくれた。こんな雪の中でどうしたのかと聞くと、山へ行って探せば雪にへこんだところがある。そこを掘ればあるのだと言った。こんな草の芽でも、 強いものなんですね。とお夏は土地の鉛で言った。伸びるためにお天と様の光を吸うんでしょう。その熱で雪がそこだけ少し溶けるんだそうです。そうなの初めて聞いたわ。おけいはその時ふと思いついて言った。 今度私も一緒に連れてってちょうだい。そういうところを一度見てみたいわ。苦い味の食べ物は胃に良いと、柳橋にいた頃、姉芸妓たちが話しているのを聞いた。また、雪の下で芽生えて、伸びるために日光を吸うという、その生きる力の強さというものが、昼夜の体に勢力をつけはしないか。 とおケイは考えたたのであった食べ方は湯豆腐の漬け汁に薬味として入れるか味噌汁の中へ刻んで散らすかするのがいいという。昼夜はどちらも喜んで食べるので残ったのを薄味の佃煮にしそれがなくなるとおけいは自分で山へ取りに行った。 晴れた日の午前十時ごろ、蚊帳で作った雪靴というのを履き、お夏を誘って宿の西北にあるいぐみ山へ行った。稲妻型の山道を登って行くと、高く登った日光があたりの雪に反射するため、痛いほど目が眩しく、すぐに肌が汗ばむくらい暖かく、枯れ木林の中で、 しきりに小鳥の鳴き騒ぐ声が聞こえた。お夏はそう目が早く、林の中へ入ると、雪の表を指さしてはここだと教え、掘り方も教えてくれた。青竹を削って作った五寸ばかりのヘラで、少し凹んでいるところを中心に周りの雪をかきのける。すると、 下から土が現れ、浅緑色の吹きの塔がほんのちょっと頭を出している。そこでその目に傷をつけないように土を掘り、ヘラを使って根元から摘み取るのである。長い間雪に覆われていた土が息を吹き返したように強く匂うのも、その土の中から ピリ頭をのぞかせている、あさみどり色の目の美しさも、胸のときめくような喜びを、おけいにあたえた。三十ばかりもつんでからひとやすみした。おけいは、手ぬぐいをたもとから入れて、両のわきをふき、ひたや襟りくびをふいた。まるで春のさかりのようにあたたかく、からだじゅうが、 じっとり汗になっていたのだ。あたしね、辛いことがあるの。おけいの脇でしんとしていたおなつがうつむいたままでそう言った。とっても辛いのよ。あんまり思い詰めたような調子なので、おけいはびっくりして振り向いた。おなつの方の濡れているのが見えた。 どうしたのおけいはそっと聞いた。いずつ屋で何かあったのおなつは少女のようにかぶりを振った。そうじゃないの。お袖ちゃんにひどいことをされたのよ。お袖さんおけいは顔をこわばらせた。あの人、 帰ってきたのええ、お正月に帰ったの。オケイは唇を舐めてから聞いた。それで一体あんたに何をしたのお夏は手で涙を拭き、怖いような目で空を見上げた。歳を聞いたことはないが、お夏はもう二十歳か二十一にはなりそうだ。 小柄な、すんなりとした体つきで、器量よしとは言えないけれども、田舎にしては、決して不器量な顔立ちではない。宿屋の女中奉行をしているにしては、うぶで人連れがしていず、土地なまりは別として、言葉も優しく、声も柔らかであった。睨むように空を見上げていたお夏は、 その目を伏せながら語った。彼女には婚約者があった。弁吉という名で、年は二十四。屋根屋職人で、いい腕を持っているが、両親の他に七人の兄弟があり、生活はあまり楽ではなかった。お夏と婚約したのは三年前のことで、 もう少し生活にゆとりができたら一緒になろうと約束し、お夏もまたその時のために、旧銀の中から少しずつ貯めていた。それがこの正月、福井城下に仕事場ができ、親方と一緒に下見に行った。不審は無論、雪が溶けてからかかるのだが、 その前に全体の見積もりをするためであった。それが済んだ後、親方と山中で一晩泊まったが、偶然そこで恐れと会い、酔った勢いで間違いをしてしまった。親方のうちは府中にあって、あの人も同じ家にいるんです。と夏は言った。仕事のない時は、 月に一度か二度はきっと帰ってきますし、毎年お正月には半月も泊まってゆくんですのに、今年は三が日にさえ帰っては来なかったんです。おえつをこらえるためにお夏はちょっと休み、それから目を拭いてまた続けた。弁吉の実家でも心配し、 弟が雪の中を府中へ行ってみた。そうしてわかったのは、弁吉は、油脳に部屋借りをして、お袖と会い続けていること。お袖だけは正月にこっちへ帰ったが、油脳とこっちを往復しているらしい。弁吉は、親方に預けた金を引き出して使い始めた。ということであった。 私、お袖ちゃんを殺してやろうかと、幾度思ったか知れません。と、お夏は、おろおろ声で続けて。小さい時から、同じ土地で育って、私とあの人のことも、ちゃんと承知していながら、こんなひどいことってあるでしょうか。おけいは、黙ってお夏の手を取り、その子を、 なだめるようにそっと叩たたいた。すぐには何を言うこともできなかったのだ。あんまり突き詰めて考えるのはよしましょう。おけいは自分をとき伏せるようなゆっくりと静かな口ぶりで言った。あたしはおなっちゃんより年上でもあるし、江戸から今日。 大阪を回ってこんなところまで来たでしょ。途中の街道でずいぶんいろいろなことを見たり聞いたりしたわ。世の中に起こることって簡単じゃないのよ。当人にすればこの世の終わりだと思えるようなことでも、脇から見ればごくありふれた話にしか思えないようなことがいくらもあるでしょ。う 現にあたしだってそうよ。自分は山中にいたとき、お袖に三味線の手ほどきをしてあった。それでお袖は自分のことをお師匠さんと呼ぶようになったが、旅の途中で出会った途端に昼夜を誘惑してしまった。そして金沢まで追って行くと、同じ宿屋に泊まった 他の客を誘惑し、昼夜にひどい恥をかかせた。自分がどんなに悔しかったか、あなたなら察してくれるだろう。と、おけいは言った。けれどもね、おなっちゃん。と、一息ついて、おけいは続けた。あたし、あんたからお袖さんのことを聞いて、 お袖さんは気の毒な人なんだなって思うようになったの。自分では、ああ悪いなとわかっていても、生まれついた体や性分が言うことを聞かないでしょ。うこれはかわいそうなことじゃないの。それをかわいそうだって言うんなら、とお夏はかたくなに言った。世の中に悪い人なんて、 いいないことになるんじゃありませんかそこがむずかしいとこだわねおけいはため息をつきにぎっているおなつの手をまたそっとたたいた「いまあたしのいったことはあんたにおしつけるんじゃないのよ」「人間の考えなんてひとりひとりちがうんですものねただね 今おなっちゃんがあんまり思い詰めると小さな傷が帰って命取りになるっていうことだけは忘れないでちょうだい。お袖さんのことはあんたもよく知ってるでしょう。あの人のすることは欲と色ごとだけ。一時はカッとなるけれど冷めるのも早いし、男だって いつまで気がつかずにいやしないわ。そうでしょお袖の男あさりはお夏が飽きるほど見てきたはずだ。決して長続きはしないだろう。ここは知らない顔をしているのが一番いいと思う。その人がお夏のところへ戻るのは間違いのないことだから。とおけいは言った。 私、ン吉さんなんて嫌いです。お夏は挑戦するように言ったが、すぐに頼りなげな目でおけいを見て、男の人ってみんなこんなふうなんでしょうか。そうね。おけいは目をそらした。男だけがそうだということもないようよ。